皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界や宇宙やあなたの目の前のパソコンまでオンエアショート。いきなり鹿児島弁入ってまいりました。この番組はエレガンスマダム小林千夏が縁の下の力持ちを存分に、今日は発揮しないかもしれません、多分という形になりますけれどもね。皆様いかがお過ごしですか。もう4月に入ってしまいました。この間合唱で明けましておめでとうバレンタインひな祭り、あっという間に過ぎまして、もうゴールデンウィークが来月ですねっていうところになりますけども、いかがお過ごしでしょうか。それではいきますよ。千夏のいきなり鹿児島弁講座拍手。んちょっと喉痛くなりましたね。はい、今日の鹿児島弁復習編はとってもわかりやすいですよ。意味は鹿児島弁は難しいよね、鹿児島弁は難しいよねを鹿児島弁に申します。いきますよ。カモカゴマ弁は昔からね、寒いなもう臭いって言いながらやっておりますけどね、難しいが昔からね、昔昔みたいな、まあ、方言っていうのはいろんな意味があると思うんですけどね。皆様の地域の方言はどういうものになっておりますでしょうか。うん、そうです、昔からねみたいな感じになるすいませんこんな感じなんですけどね。そうそう、鹿児島県庁からそう思えば連絡来てませんね。え、大丈夫です、ご安心ください。もうこの間最後って言ったんだけどな、もうちょっと推しが足りないのか、もうちょっとなんか鹿児島した感じがいいんでしょうか。全部鹿児島弁のイントネーションで話す、そういうことしたら届くのかな。桜島大根持ってくるとか、さつま揚げ出すとか、砂蒸し温泉の砂持ってくるとか、どう思いますか。もう毎回それはねすっごい考えるところなんですけどねと思っていると、まあ、あっという間にも11年目関西連休になってしまうというところでね。鹿児島弁は忘れないですけど、イントネーションは鹿児島弁ですね。やっぱり鹿児島弁のイントネーションって抜けない。たまに話しててもすごいなまってるなって自分で思うところがあるんですけどね。どうでしょう、結構オンエア中もなまってるところ多いんだよね。幼虫見てていただけばいいかと思います。それでは間もなく始まります。4月3日4月10日はシャナナ TV 春の大特番2周年スペシャル。イエーイ、もう楽しいトークとゲームでね、皆さんで一緒に盛り上がりながらお祝いしたいと思います。ぜひ4月3日と4月10日ご覧ください。皆さんお帰りなさいませ。また今日もやってまいりました。記念顔芸今日はなんと、今日何、第5弾、第5弾楽屋トーク第イエイ。今日初回、そう初めてだよね、2人は初めてかもしれない。はじめゆかさんいて、その後誰かがいて、その後も誰かいて、今日ですか、意外にないね、だからこう2人ここだと神谷もね、これはまあ分かる人だけ見てる人だけ分かるっていう話になりますけどね。そうで毎回なんか私をかまってみたいなね、楽屋と、それには変わりはないですけど、なんですけれども毎回こんなことやってても面白くないだろうということで、ちょっと哲学的な話もしたいけども、その前にタイムショーみたいな、今音はある小林さんびっくりみたいなね言ってくれよ大きな声、あ、じゃあ離れるつもりが多分このまま上がったからあんまり距離がなかったすいません。私もタイムショップって昔テレビがあったんですね。1分間に12個の質問していく、っていうのがあるので、これをまあ私にしてもらうんじゃなくて、私が亜美さんにしてみようと。あ、私にするの、してみようと思います、それが1分かかる、3分くらいかかるかもしれないけど、数えながらね、私とっさに言葉が出ないんだけどな、はい、タイムショック。血液型は B でございます。星座は双子座です。好きな食べ物は肉お住
です。大阪。テレビのお仕事好きですか？大好きです。小さい時は何になりたかった？小さい時は最初はほぼさんですね。あ、そうなんだ。じゃあここで話を含めますね。おかしくない？休みの日は何をする？休みの日は寝る。休みがあるの？そうだって最近、ね、まだ7つだから、まだ7つ、はい、小林夏は面白いですか？何の話？な、何の話？最高だと思います。あの、目の前の小林さんは真面目だと思いますか？うん、まあ、とても真面目だ。私じゃない、私じゃない小林さん。くれない。いつも出るね、うんうん、ちゃんと意思はっきりしてる、ね、そこで膨らましたけど、ね、もう今多分5分ぐらいかかる。アミさんにとってシャララ TV とシャララ TV とはシャララ TV、 今はでも私の全てですね、もう。やつはみことして今後は今後、うん、今後個人として個人として一瞬間で答えられないいい母ちゃんになります。それでは最後の質問です、はい、今後のシャナラ TV の展開はどうなっていくでしょうか？今後はね、もっともっとシャナラファミリーがどんどん増えて、もっともっと、ね、皆様にお役立ち情報を届けていきたいなと思っております。それはそうだね、はい、今その、ね、質問の中でシャナラ TV とは、うん、とは全てです。こっからここまでシャナナシャナナシャナナ今はもうねそういう感じ。もうまあでもそうだよね、もうどっぷりじゃないとできないですね。まあお仕事ってみんなそうだけど、そうか、それはあるよね。でもね、いや、いつもさ、私はね、撮っていただいて、ね、ここにまあ1回に3本撮るんですね。撮っていただいて、じゃあお疲れ様でした、戻っていくだけだから。でもその間でも亜美さんこう横にいらっしゃって、ここにこうテロップ入れるとか、まあまあいろんな細かいじゃあですね、まあ、裏方のお作業をしてくださってるんですけど、うん、これさ、すごい大失敗だ。大失敗、大失敗で、ある程度その大失敗でも大失敗にしないんだけど、うん、逆言えば音が取れてなかったとか、逆なんか、ね、その、な、何、映像が、うん、何こう、まあ、撮れてないっていうことはないと思うな。でもね、撮れてはいるけれども、うん、もう本当に初期、あ、初めね、本当にもう、あの、開局しますの前ぐらい。そうなんですよ、初期の頃から、うん、この、あの、まあ、マイクとかも、もう音声的なものっていろいろ変わってるんですよ、うんうんうん、これも3代目、4代目とかなんですけど、うんうん、で、最初の初期の頃に撮ってたシステムの時に、うん、あのギターを弾きながら歌をこう足でリズムを取りながら歌ってるところを取った時があるんですよ、うん、その足音が全部マイクで拾っちゃってもうね、すごい音になっちゃったことがあるんです。あー、そうか、うん、上だけ拾わないといけないのね、うん、それってだから感度がいいってことっていうか、マイクの位置がっていうこと、それプラスちょっと当たっちゃってた。あー、でなおさら響いてた、うんうん、で、それはどうすんの？そのまま流したの？それもね、もう本当にうち、あの、会社が、シャラン TV の大元が音楽制作会社なんで、うんうん、音のプロなんですよ、うん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 、なので、もうできるだけその中で一番目立たないようにはしたんですけど、ちょっとまあ、絞るというか、うん、その、あの、なんか周波数、周波数そこの音だけってこと？そうそうそう、そんなことできるんだとかを調整して、うん、マシにはしたものの、それでもやっぱり完全に消すことはできなかったっていうのが多分今までで一番大きいんじゃないかな。でも本当に初期だったので、いい勉強になりましたね。なるほどね。いや、でもそれはドキドキするよね。実際撮ってみてその場で全部見直すっていう時間がなかなかね取れないので、後から見てまあびっくり。私は救急車を結構呼ぶ人ですけど、あ、そうです ね、 ね、それはね、まあ、それは仕方ないことですよね、自然的に起こることだから、まあ、もうしょうがない時はね、ちょっと一旦もう広すぎるっていう時もあれでね、ほら、なんか私でも番組で救急車になってるねとか言ってできるような感じの雰囲気だからいいけどさ、うんうんうん、そのパーソナリティによってもできないじゃん。そうですよ ね、 ね、平凡とかでもよくね、声を張って消してくれたりとかします、うん、そうですねぐらいな感じで、うんうん、ああ、そういうのもあるんですね。え、じゃあね、千夏さんにとって、うん、シャナナ TV ってどうですか？シャナナ TV はね、うん、やっぱりあの、そのま、もともとそのラジオやってたじゃん、声だけで伝えるっていうのも、うん、それはそれで面白いんだけど、
度は表情もつけて声でも届けたいと思った。うん、なるほど。うん、でやっぱり顔芸がすごいじゃん。かなりね。私もうね、入ってきた時からおはようございますの時から顔芸してるからね。いやでもなんか多分動きが、まあ、動きすぎるけど、それはまあ置いといてにしても、うん、表現したいんだよね多分、うんうん、そしてその日自分が出るような感じにしといてゲストさんを出したいみたいな、うん、なんとこの表現をするの、まあ、ゲストさんを紹介してる自分を見せる、まあね、そう、ね、でそれでなんか自分の中ではバランスが取れてる感じはすごいあるかな、うん、なるほどね、っていうのはすごい感じるよ ね、 ね、だから見せ出るわけじゃない、うんうんうん、だからその動きの範囲とかいろいろあるけど、うん、だからまあある意味ずっと座ってなくてもそのなんかちょっともうちょっとうまく使えるのかなっていうのはすごいなんか最近思い出してきた、うん、座ってなくても使える、まあ、立ったら立ったでさその、うん、ね、あ、うん、いろんなのを合わせてもらってできるけどさ、もうちょっといい具合にもっと画面を面白くできないかなとか、うん、そのテロップが出たりとか、うん、私の顔だけアップにしてくれたりとか、ね、すげえいいとこアップすんなっていつも思うんだけど、でそれはそれでよくって、だからそうじゃなくて、うん、私自身でなんかできる小技みたいな、うん、ものがあったら面白い。小技、例えば、まあ、だからなんか持ってきてこう笑う、笑いとか、あえて自分でこうするとか、あ、そうね、そのできる範囲だから、うん、テロップ出すとかそれはまあ曲側がしてくださることなので、うん、私じゃないじゃない、ここ面白いなとか拾ってくださってやってるわけだから、うん、こうとか。なるほどね。結構いろんな番組でね、あのホワイトボードを使ってやったりとか、うんうん、あとねご自身でもう、ね、なんていうの、用紙を用意してきてくださって、うんうんうん、印刷して、うん、それをどんどん送って見せていくとか、あ、いろんなことやっぱりしてくださってることはありますね。うん、その中でもね、やってみないとホワイトボードがどうしても反射して時間見えなかったとか、ね、ね、やってみないとわからないことが多くて、それはすごい感じるかなっていうのはあるんだけど な、ね、なんか情報を伝えるだけじゃなくて、うんうん、そうそう、ちゃんと魅力を伝えるっていう、ね、そうで印象にそのお写真画像を出すけど、やっぱりその打ち合わせっていうか、こうこっちが意図するものと、うん、ゲスト様がこれでいいかなと思うのがちょっとずれてるっていうのをちょっと感じる時もあるけれども、なかなかこっちは見せようってするからさ、だからなんかそこももうちょっとこう画像のなんかこうなんかできないかなとか、かといって文字入れるとそれガチャガチャするから、なんかまあ言葉でうまくできない、まあ、もっと見せる表現方法、ですよね、うん、その情報と、うん、でそれを見ながら情報と両方見ることが意味があるっていう、そうなんです、そうなんです、だから画像があるのが絶対それがいいところだから、うんうん、まあ、説明を重視しなくても見たら分かるっていうところも絶対良さがあるから、うん、その見てくださる皆さんがね、うん、何がインパクト、小林さんのこのあって言った言葉でこの商品を思い出すのか、うん、もしくは何もないけどこれを見たらこっちの映像を思い出すのかっていう違いがあるっていう連鎖反応を、ね、いうのはすごい結構真面目に考えた、ね、やっぱりね、もう本当にこんなことで降りてくる系とかみんな敵に回すでしょ、だからね、でしょ、もう調子悪くなったら寝るからもうね、いや、これはすごい思う、こう伊達にこの楽屋トークをやろうと思ってるんではなくて、まあね、ちょっとかまってちゃんっていう回もあるけど、なんかこういうなんか真面目なこう話もちょっと見てる方はどうかっていうところはあるんですけど、こう残しておきたいなっていう、なるほどね、うん、っていうのはあって、結構ね、あのご覧いただいてる方って、もう出来上がってる姿はいつも言ったら見てくださってるじゃないですか、だからこういう本当の素の状態をね、見たいって思ってくださってると思うんですよね、ねえ、もうどこでも素ですねいやでもね、本当に私ね、千夏さんをなんか24時間、隠し撮りしたい頭が良くなって余計なこと言われてから結構ね、本当カメラの前ではこういう感じいつもこうで、電車乗っててもこんなしてるから、だけど本当にね、なんか繊細ですからね、気回しとかねえ、まあ褒めるとこうなっちゃうんですけど、なっちゃうんだよほら
だからね、先週の伊藤さんもいやいやいやって言ってたけど同じですやってることがねえ、うん、そうだから24時間なんか撮ってますよじゃなくって、あ、本当に隠しだったらね、多分そっと静かですよ、多分そうなんですか。なんか怒られた人みたいなんじゃない。違うもの降りてきてるほら降りてきたでしょ、降りてくるでしょ、いろんなことで ねなるのよ、なるのよって感じで、ね、そうだからね、本当に同じ仲間であってシャナナ TV の仲間でも、うん、その合わないから、うんうん、その特番の時は会ってうわーってやつさようならみたいな感じだから、なんか結構そのパーソナリティなんぞやとかいうのをなんか真剣に私語るとか好きなの。語るのね、うん、だからその、いつもじゃないけども、うん、この時はもうちょっとお酒交えてでもいいからなんぞやっていうのやろうぜみたいな。私 あれよかったよね、私の音声の前出しといた方がいいんじゃないですか。 A もシャイシャイでございます。いつもそうなっております。 A もシャイシャイです。タカさんもねまたゲスト来てくださいということで、取材行こうかな、こっちからも。本当ですね、行きます、よろしくお願いします。でね、その時たまたまね、うん、そう結構揃ったね、うんうん、でお話した時結構熱かったですよね。そうでもみんなや、まあ、日頃やってることとか立場とかいろんなものが違うから、うん、その共通してるっていうのはサナー TV のパーソナリティ番組持ってるっていう、そのね共通点だけでね、年齢も様々ですけど、うん、語れるね、語れるね、語れるね。やっぱりね、パーソナリティの人って、うん、あのみんなの思いって今30秒 CM を、うんうんうん、はい、箇所箇所流させてもらってるんですけど、うんうん、やっぱりね皆さんそれぞれにしっかり思いを持ってやっていらっしゃるので、 そのメンツが集まるとそれはね濃いよね、熱いですよね。でうるさいあのやたらとなんか声が大きいんだ、あの別にみんな張らなくていいんだよ、そうだよねって、普通の音量でいいんだけどなんか回ってないの、いやだからさみたいなさ、ついつい声が出ちゃうっていうねいうのはあるんだけど、うん、なんかそういう機会とか、うん、やっぱりそのたまにある特番とかあるとすごいメリハリがあるね、あのいつものこの収録だけだと私はどうしてもピンでやってるから、うんうん、なんかこう気持ちを駆り立てるのも結構スイッチがすごい入らない日もあったりとか、ね、自分の中でねあるんだけど、そういうなんかたまにイレギュラーなこといろいろあると、うん、なんか励みになるし、あ、なんかみんなすごい頑張ってらっしゃるんだなと思って、うん、まだまだ頑張らないとなっていう風に捉えてね、なんかスイッチ入れやすくなるかなっていうのはすごい、なんか真面目な方やっぱりね、もうこの番組1年半とかでしょ、もう1年半過ぎてますよ、もうちょっとで2年近いですよ、2年です ね丸2年の中で、そのみんなの思いとか撮った時と、うんうん、まあスタートした時と、うん、今撮って、うん、なんか伝えたいことっていうか、この番組をしてる意味とか変わったことありますか。基本だからゲストさんの、まあ、印象に残して何いいところ引っ張り出して伝えていくっていう、うんうん、そのスタンスは全然変わらないけど、うん、さっきも言った通りにもっと見せ方とか、うん、印象にインパクトだよね、うん、どうしたらその見てる方に残るかっていう、だからあっという言葉でこのなんかあっという言葉でゲストさんを思い出すのか、うん、でもそのなんか商品を勧める商品を見たらこの場面を思い出すのかっていう、なんかそのシナプス的ななんかこうつながるものを、うんうん、答えはないよ、答えがないし、うん、分かりますとかいうのもないんだけど、うん、そこをちょっと極めたいなって思うかな。なるほどね、うん、そのね、やっぱり、うん、ゲストさんって自身の持ってらっしゃるツールだとか、うん、商品だとかをやっぱりどうしても前に出したいと思って来られるじゃないですか、うんうん、前にね、あのメイク用品 の、はいはい、あのお二人でゲストに来てくださった方で、うん、あのエクステ松江区のやつとか持ってきてくださった方の時に、はい、うん、お客様のお声とかを聞いて、うんうん、すごくやっぱりやる気が出るとか、うん、そういうね人的な感じのお話を聞かせてもらえたじゃないですか、うんうんうん、そしたらね、その商品とそういう人たちが携わってるんだっていうのが、あ、その商品をよりよくやっぱり感じるんですよね。でもそういうのはあるな、うん、ね、絶対に人が絡むからね。千田さんがいつも言ってる、誰から教わるかとか、うん、誰から買うかとか、うん、よく言ってるじゃないですか、うん、それってやっぱり大きいから、もちろん商品とかやってることを知ってはいただきたいんですけど、それ以上にその人をもっとなんかね、30分の中にガッと、そうなのよ、結構だからオンエアとか見たり、まあ、その試験、うん、
があるんですけどね、試験でテストの試験じゃなくてね、あの VTR 確認するで試験でございますよ、はい、あるともう何か後ろ困ったって戻ってさ出来上がったの見るとなみたいな、こうなんかここもうちょっとうまくとか、あでもなんかすっげえ顔でかい抜き最高とかなんか自分の中で、ね、上がったり下がったり忙しいけど、うんうん、だからもうちょっとこういやまだ表現できるだろうっていう、自分の中でね、うん、そのみんなから見たらいいんじゃん、全然いいんじゃない今の感じでっておっしゃってくださる場面もあるかもしれないけど、まあ、そこに甘んじる、だからゴールがないな、ゴールが、それでいいんじゃないですか、うん、満足しちゃったらもうそれ以上伸びないそうなの、そうなの、だからもういろいろほら原山さん来た時ももうさ立ちとあれ試験なんかしたくなかった私もう見れませんみたいな自分が、まあ、でもねいろいろそういう経験もありながらねいろんなことをさせていただくので、まあ、楽しいし逆に、まあ、苦手じゃないけど、まあ、何でも来てもいけるだろうなと、うん、いけるだろうなっていうかちゃんと、ね、お伝えすることはできるようになってきてるんじゃないかっていう、ちょっとした自信を持ちながらやってるかなって感じですよね。じゃあそう思ったら自分のなんか成長を自分で確認できる場でもある、ね、それはあるね、本当に V が残っていくから、やっぱり1回目より2回目だし2回目より10回目だし、やっぱり表情も どんどん良くなっていくし、なんかそれはすごい手に取って目で見て実感できるのは映像があるっていうのは面白いなって思う。ね、本当下手なことができるし、変に気なんか抜いたら本当にずっと残るから、それこそね、なんか自分一人でずっと喋り続けるだとして、自分の情報だけをずっと出し続けると、失敗した時にもうこの映像を消してくださいみたいなお願いも言ったらできるわけじゃないですか。そりゃそうよ ね、そうだよな。でもゲストさん呼んでる限り自分が良し悪しで、ね、消せないから、これって修行ですよね。である程度その緊張感、基本収録なんですけど、まあ、本番と同じなんです、切らないのでずっと撮ってる感じなんですけどね。なのででもね、そのね、なんか生とライブと収録をやるってること同じだけど、やっぱ収録ってなんか安心してできるよね。なんだろうね、なんかの時大丈夫って逃げてるのかもしれないけど、まあね、安心感があるのか。最悪はね、救急車呼ぶから最悪はっていう救急車に力借りてくれる、いいよ、あふれてるよみたいな、ね、感じになるけどさ、だからそれは思うのかなとは。でも生だったらもうみんなどうなんだろうね、まあ、みんなこなすでしょうからね。みんな持ってますからね、うちのパーソナリティの方々で 生とかやってさ、小林さんがどんな対応するんだよって一緒だよね、変わんない。あ、これスタッフの小林、スタッフの小林さん、私じゃなくてね、紛らわしい、もう小林 AB でしてくださいAB でいい。あ、CM だ、はい、せーの、どうぞ。ということでね、もう今 CM 中に脇汗の話をしておりまして本当にもうここだけの話でございますけど、まあね、いろんな映像を撮ったか撮らないか、こんなことでもポーンポーンみたいな、ね、感じでございますけれども、本当にもうエレガンスマダム千夏の部屋もこの6月で丸2年になりますと、ね、どうしよう、不安ついてますよ、ちゃんと千夏不安がね、ピキーンピキーンじゃないのね、ね、ピキーンましたけど、ね、マナーにしなさいよ、携帯は怒ってる、怒ってるか、怒られる前に自分で怒るからね。ね、もっと自分出していきましょうよ、ジネスさん。だいぶ出したよな、ジャンジャン出した、ジャンジャン出そうか、ね、パーソナリティサブつけようかな、サブパーソナリティ、あ、それ前ね、アシスタントっていうの、前言ってたね、だからでも単発ね。そう、でも多分つけたらつけたで千夏さんはそれがちょっと息苦しくなってくる時がいつか、というかもうどっちが本当にあのサブじゃなくて、あのゲストになりそうな、ね、ゲスト2人みたいなさ、ね、扱いになりそうなね、
なんだろうね。内田さんはこれでいいと思いますよ。まあ、その点は皆さんこの形でどうなんでしょうね。今度ウエッチさんゲストに呼ぶから噛み合うかな。噛み合う。あ、でもウエッチさんゲスト来ていただいてのパーソナリティですからね。まあ、でも面白かったよな。あのワンピース。ワンピース。メットかぶって。あ、メットかぶってね。どうせたいね。なぜたいね。ちょいちょいわけわかんない話する。それぞれみんな個性あって、ちょっと楽しいですよ、シャナナは。楽しいですよ。でもみんな収録時間ってさ、そんな時間かかんないでしょ、うん、人によるのか、まあ、ある程度決まってるもんね、ね、何時間で決まってるもんね。忘れてました、はい、この週、うん、この週というか4月3日の放送なんですよね、はい、4月1日でシャナナ TV 1周年、イエーイ。危ねえ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 、そう、これ大きく出してくださいね、はい、1周年でございますよ。すごいよ、2年に、あ、2周年、ごめんなさい、2周年、2周年、はい、で私が2ヶ月遅れて2周年でございますね、うん、ねえすごいな。でもそんなあっという間だよね。あっという間で、小林さんにもさっき話したんだけど、収録日早くない、毎回来る、あっという間、なんか昨日会ったような感覚で今日も来てるっていう、うん、ねえ、あっという間ですけども、これからどうしますよ、エレガンスマダム千夏の部屋、うん、もう衣装いいよこれで、投げやり、もうね考えてもね、もうしょうがないわ、うん、トサカもこれでいこう、トサカ緑とかにしたら全然意味ない、そう緑にする、でももうそれか、うん、5回に1回は、うん、もう全部緑着て、うん、手と顔だけ出す、あ、みんなね、そんないろいろね、そなんか全身タイツ着たいとか言ってるけどね、やってない、実行しない、あれ、ね、変えるんだろう、変えるのかな、そうそう、ジナさんの情報を、はい、出してください、はい、テレビ小林夏で、はい、検索ね、はい、ブログとかも全部行ってください、はい、なんか行ってください、ね、ブログ行ってください、ほんでね、ちょっとね、いつもと違う千夏さんが見れる、そうそう、うん、たまに真面目な話してみて、うん、行ってみてください、なんか綺麗どころのそうそう、ね、あれちょっといろいろいじってないよみたいな感じになりますね、まあ、本日も第5弾楽屋トークでございました。あ、作文は作文、あ次回書いてくださいっていう感じになります。いつも阿部さん本当にありがとうございました。さてまた来週。